今日紹介する本はこのぷいぷいモルカー、フレーベル館から出たばっかりです。アニメではぷいぷいしか言いません。日本語一切出てこないので、一体どんな絵本になるのか楽しみにしていました、というかドキドキしていましたが、開けてみると日本語あります。日本語で書いています。ただしぷいぷいはぷいぷいです。アニメではモルカーたちがすごく可愛く動きます。絵本ではそんな動きはありませんが、その動きが伝わってくるように一番いいカットを絵本にして、でしかもそのイメージが伝わるように言葉で書いてくれています。で一番いいところはね、これ行ったり帰ったり、あの場面はこの場面はって行ったり帰ったりして読めることですね。何回か見たんですけれども、あれこんな場面あったかな、あこここうだったかなと思ってもう一回見直しました。だからアニメと絵本と両方持って楽しむといいと思います。もうね、とっても可愛くって、ぷいぷいモルカーシリーズ終わっちゃったんだけど、もう残念で仕方がないです。シリーズ第2弾ね、シーズン2を心待ちにしています。よろしくお願いします。